ビッグビーチフェスティバルは2009年から2013年まで6月上旬に開催されていた日本最大級のビーチフェスティバルである。ファットボーイスリムがイギリスのブライトンで2001年と2002年に開催したビーチパーティーであるビッグビーチブティックの日本版として開催されるファットボーイスリム公認のオフィシャルパーティーである。主催はアライフエンターテイメント。 2009年は横浜八景島シーパラダイスで行われ、2010年以降は千葉県千葉市幕張海浜公園内の BBF 特設会場で行われている。ファットボーイスリムはビッグビーチフェスティバル09とビッグビーチフェスティバル11、ビッグビーチフェスティバル13に出演した。2009年より開催されており、2009年と2011年、2013年の ヘッドライナーが、ファットボーイスリム2010年にはヘッドライナーにザ・ケミカル・ブラザーズが出演している。2012年には再びザ・ケミカル・ブラザーズが出演している。海外アーティストの DJ プレイのほかレッドブルエアーレースによるフライトパフォーマンスやレッドブルレーシングによる F1 でも走行も行われ、フィナーレには花火も打ち上げられる。基本的にはハウス、テクノ、 ミニマルのアーティストが DJ プレイを行い、その他80キッズのバンドセットや2010年にはグルーブアルマダによるバンドセットも行われた。2011年より VIP エリアチケットとボートを会場近くに停泊させてみることができるボートチケットが発売された。同日にウェアハウス702やウームで出演アーティストによるアフターパーティーが行われる。 ビッグビーチフェスティバル12では過去最高の2万人を大きく上回る来場者がビッグビーチフェスティバル13では2万5千人が来場。クラブ系情報サイトクラベリアのベストフェスティバルアワードで3年連続の1位を受賞している。ありがとうございます。